はい、皆さんこんにちは。ネット面接アナリスト横田修林です。今日はですね、商品レビューいたしたいと思いますけど、ここにですね、出てる商品がありますが、ここにですね、500円でドヤという商品、これ石川県の金沢で、ランチメニューが750円とか、1000円近いものが500円で食べれるよっていうね、お店を集めた、冊子を作ったところ、非常に人気が出て、これが出た直後にですね、今度これのですね、続編というかですね、いわゆる横展開というんですかね。で、新潟の方で、500円でなじらっていう本を出します。これ、それぞれの地域の方言でね、作ってるんですけど、その第3弾としまして、石川、新潟と来て、その間に挟まれている富山の、500円でいい茶っていうのが、5月の5日に出ました。なので、こちら石川は前から出てたんですけど、新潟版が4月に出て、翌5月に、いい茶が出たということになるんですけど、この富山のね、人気の話題のメニューが500円で食べれる、500円でいい茶についてちょっとお話をしたいと思うんですが、ちょっとですね、面白いなと思ったのは、これ3冊ね、あるんですね。3冊、この会社から3冊出てるんですけど、なぜか、この石川と新潟バージョンと富山バージョンで決定的に違う点が2箇所ありまして、それは、富山版はですね、こっち側、いわゆる左開きですか、左閉じの左開きなんですね。で、こっち側の新潟版と石川版は右閉じの右開きということで、開く方法が逆になっているんですね。で、これどっちが普通なのかっていうと、例えば単行本ですね、こういう本とかはだいたい右閉じの右開きなんですね、だと思うんですけど、これが逆なんですね。で、大きい本の横、いわゆる何ですかね、横書き、縦書きの横書きの本は左閉じの左開きってあるんですけど、このなぜかですね、富山版だけは、これ確かに横書きなんですね。これ横書きなので、まあいいんですけど、まあ左閉じの左開きになって、まあどうでもいいですね。というのが、まあちょっと気づいたところなんです。なぜ富山だけ反対したのかっていうのがちょっとわからないんですけど、左になってます。で、あともう一個面白いのは、そもそもこれのね、石川がスタートになったドヤというものは、びっくりマーク、ハテナですね。どうっていう意味のびっくりマーク、ハテナ。で、新潟も、なじら、びっくりマーク、ハテナだったのに、富山バージョンは、びっくりびっくりになってですね、いいちゃっていうのは、いいって意味なんでしょうけど、いいでしょってもうね、なんか決めつけになってると。びっくりびっくりになってるというとこが、富山版です。で、まあ内容はですね、このシリーズになっているので、この石川版と新潟版と似通っているんですけど、富山版はですね、これ、例えば、高岡市周辺とか、富山駅周辺とか、という形で、富山県になってますね。なので、やっぱり、県だと、県でこの暑さだと、ちょっとですね、何店舗ですかね、何店舗出てるんですかね。これ、130ページなんですけど、ちょっとね、ボリュームが少ないかなって気がしますね。新潟の場合は、これ、新潟市っていう一つの市の中で、これ132ぐらいあるので、まあまあ、ボリュームがあっていいんですけど、まあ、実際にこのように少なくなると、自分の行っている、例えば高岡市でお店を探そうと思うと、ちょっと足りないかなって気がするので、まあ、これ、富山県ってやるよりは、まあ、富山市とかですね、富山市周辺ぐらいで、やっていった方が、まあ、実際は使いやすいのかなっていう気がしています。で、あとはですね、メニューが出てて、3回までいけるとかって一緒だし、前にもちょっと撮ってるんですけど、この最初の地図のとこと、この、それぞれのページのとこの色を合わせるっていうとことか、この地域のとこに、ちゃんと名前入れるとかってなぜかできていて、で、一番最初のはずの金沢のですね、石川バージョンがなぜそれができてないのかっていうのがちょっとわからないですね。これ多分今回だけのミスじゃないかなと思うんですけど、その辺もちゃんとできています。で、まあ富山バージョンはですね、他のとこと比べても、まあ特にね、その違いっていうのはないんですけど、
まあちょっとボリュームがね、少ない、ということがちょっと気になるなっていう感じですね。で、まあ最後にですね、まあスイーツ特集が出てるんですけど、スイーツが結構ボリュームがある方なんですかね。になっています。で、新潟バージョンにはないんですけど、まあ最後の方に、こういう風にですね、ちょっと特集ということで読み物みたいなのが入っています。これは石川も入ってるんですね。新潟はないんですけど、富山と、石川には入っています。これ多分ね、ページ数の関係もあると思うんですが、これよりもね、本当はね、ちゃんと買って、載せていただけるお店があれば、省略すると思うんですけど、その辺がちょっと違う感じになっています。で、富山は、買ったんだけど、行っていませんので、もうできればですね、8月15までなので、15までにね、ぜひね、行きたいなと思ってるんですが、500円でいっちゃですね、出ましたので、富山の皆さんぜひね、使ってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ということで、こういうね、商品に対してのレビューも、どんどん取ってきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。